おはようございます。エンゾーです。9月2日、朝からよろしくお願いします。<laughs> まあ、昨日も YouTube やりましたが、えーと、新しくね、9月になりました、えー。今月もよろしくお願いします。まずは、えー、と金曜日の動きいい、おさらいしていきたいと思います。まあ、金曜日、月末のドル買いだったのかなと。ロンドンフィックスに向けて、えー、ドルが上昇しました。えー、とあとは、 アメリカの指標なんか、PC なんかが出ましたが、これを受けて、えー、今月の FMC での、まあ、利下げは、パウルさん、もう予告編出しましたが、0.5%の利下げ、後退して0.25%が、まあ、有力かなというところですね。あと、カナダも0.25%利下げするのではないか。まあ、こんな感じが金曜日の,の流れになりました。これドル円なんですが あのー、21時30分、うん、PC が出たとき、ドル円、えー、145円の40付近から145円の80付近に上昇、その後、ここですね、えー、と0時、ここが、えー、ロンドンフィキシングだったわけなんですが、まあ、そこに向けて一時下落したんですが、また上昇してて、高値引き、今も146円の36ということで、高値を更新しています。 でえー、ビルロワ・ドガロウ、普通中銀総裁、9月に追加利下げを実施するのが懸命、長く待ちすぎ,待ちすぎれば、インフレ率が目標を下回るリスクがあるということを警告したということで、えーまあ、ECB もね、えーと、利下げがあるんではないかということで、えー、こちらも注目ですね、今月ね。 でアメリカの7月の p c 前月比0.1から0.2%に予想0.2前年比2.5から2.5予想2.6コアの方が前月比0.20.2予想0.2ということで、えー、そうですね、えー、とこちら、えー、になりました、えー、p c 価格指数ですよね。 えー、これはフェドが重視してる世間一般的に見るとやっぱり CPI っていうのが一番、あのー、注目されるわけなんですがフェドが、ね、注目してるのはこの PCE という価格ですよねまあ PCE と CPI 何が違うかというと PC の方が低く出るんですよねでなぜかっていうと CPI っていうのは言ってみれば値、ね、札、えー、インフレが加速してます牛肉が50%上がりましたと例えば えー、だったらそれがそのまま CPI に反映されるわけなんですがじゃあ牛肉が上昇したから豚肉食いましょうというまあえっ、ー、と普通の消費者であればあの宗教とかそういうことが関係なければそういう選択肢をしますよね。でまあそうすると、えー、50%の値上がりした牛肉食わないで、えー、30%の値上がりの豚肉食いましょうとなれば、えー、PCE はそれの えー、消費行動に,に沿った価格が出るということで、より実態にそれが即しているんじゃないかということで、Fed の方では PCE を重視しているということで、こちら、えー、前月では0.1から0.2、コア指数の方が0.2変わらず、PCE 年率では2.5変わらず、コアの方も2.6変わらずということで、えー、やっぱり確実に物価はこう落ち着きを見せているというところですよね。 はいえー、そんな感じであとは、えーとうん、消費が、あのー、割と増えてるのかなということで個人所得は0.3%増加というと,と,とこですよねで、えー、っとまあ労働市場がど、えー、鈍化してるんですけど賃金は、えー、スローダウンしたとしてし,したんですが確実に伸びてって、えー、消費を下支えし,し,していると。 で労働市場減速してるのは解雇,され解雇が増えてるんじゃなくて採用ペースが鈍化してるというところなんでやっぱりアメリカ引き続き、あのー、景気はそれほど悪くないということで、えー、これは、まあ、ソフトランディングランディングするのかどうかもあれなんですけどソフトランディングして。 今の状況はそのような、対して景気が悪くなんないにもかかわらず、利下げが始まるということで、ゴールディロックまあ株式市場にとっては一番いい動きになっている可能性もあります。で、カナダの第二四半期の GDP が前年比1.8%、これ1.7から下、えー、方修正、上方修正されましたね、2.1、予想1.6だったんで、これかなり。 強かったなというところで政府支出や企業投資サービスへの支出増加ということが牽引されましたということですね。 でえーまあ、カナダ、えー、9月4日、えー、今週ですね、えー、会合があるんですが、ここで3回連続の利下げになる可能性が、えー、今、マーケットはそのような予想をしているということで、0.25%のー追加利下げがある確率が80%、えー、GDP 発表前77%からあーさらにいい利下げ。 確率が上昇したとさらに年内2回の追加利下げが、えー、織り込まれてるということでカナダも、まあ、フェットが利下げするのであればさらに利下げペースということで、まあ、資本発表直後ドル買われたんですが、えーとまあ、あまり変わらずということですよね。カナダはちょっととを見,てみ見ると このような感じで、えーと、ドル売りになってたわけですよね、8月は。で、ただ、えー、今週に入って、えー、ドルが若干買い戻されてるというところに,になっています。うん、月間ピポットじゃなくて、これ年間ですね。はい。で、えー、カナダ円に関しては、そうですね、カナダ円も。 一時8月5日に102円まで下落したんですが、えー、108円50ぐらいまで戻ってるという今そんな状況になっています。で、えー、ミシガン大学消費者信頼指数は66.4から67.9に上昇予想は67.8となりましたというところでこちらも景気がよろしいですよねこれ、ひさぶりに反発したというところで、えー、66.4から67.9 カレントエコノミックコンディションも 62. 点こちらは61.3に低下なんですけど期待の方がエクスペクテーションの方が68.8から72.1にこちらも情報したというところですねで、えー、ミシガン大学1年のインフレ期待消費者2.9から2.8に低下予想2.95年が3%で変わらずというところになりました でえー、アメリカの2年債利回り3.893から3.91810年債3.867から3.90930年債4.151から4.202ということで、えー、長期金利に関しては、えー、今週、えー、下落する局面あ先週、下落する局面もあったんですが、まあ、水、木と低下して、えー、ボトムをつけてその後反発してきているというところになっています。 でえー、株が強いですね、先ほど申し上げたように、景気がそれほど悪くなってないにもかかわらず、利下げが始まるということで、これはやっぱりゴールディーロックでしょうというところなのかもしれないですよね。で、ダウは0.55%、SP が1.01%、NAS が1.13%、即指数、半導体指数は2.58%上昇、ッ i x が14.99%に低下ということで、えー、になりました。 でそうですね株を見ていくと、まあ、非常にい高いですよね堅調ですよねアメリカ株ね、まあ、日本株も堅調になってるんですがダウ平均高値更新ということで、えー、非常に強い動きですよねでダウに関しては最高値を更新というところです で、えー、SP500 も取ってきてますし、ナスダックもまあ上昇ということで、えっと、月初からの上昇率、SP が2.3%、DAO が1.8%、ナスが0.6%ということで、まあやっぱりナスダックはちょっと、えー、落ちてからの戻りが、えー、SP とかダウにはちょっと。おお。 遅れてるとというところがありますよ、まあ、それにしてもだいぶね、えー、ともう戻しましたけどね、はい、まあ、えー、米経済のソフトランディング期待なのかなというところですねで株価はどんな感じだ個別株見てみまあ、しょうかヒートマップということで、えー、こう全部上がってるっていう感じですよね NBDA も1.5%上昇ということで、28日の決算を受けて29、29日は6.4%下落していた、まあ、ちょっと期待が高すぎたというところがあるのかもしれないですけどね、ただ、えーと、金曜日は上昇しましたというところですね。あとは、インテルが10%ぐらい上昇ということで、合併などを含む、まあ、インテルちょっと最近あの非常に。 あのー、業績さえなかったんで、それに対する、まあ、いろいろなあの改善策ですよね、えーと、そこら辺を受けて、えーまあ、そこら辺を検討しているというところで、えー、上昇したというところになっています。まあ、ちょっとどれもこれも強い動きになりましたね。はいえー、そんな感じでございます。えー、で日経新聞 これですよね、ちょっとね、えー、ECB も利下げなんですが、えー、ドイツ、ザクセン州とチューリンゲン州で、えー、投票された州議会選挙で、スペ、えーはえは苦戦ということで、チューリンゲン州では、まあ、 ウェル極右政党のドイツのための選択肢 AFD が初めて第一党になるということでこれドイツ戦後初めて、えー、みたいですね州議会でも第一党になるというのはうんまあ、まあ、結局これ、まあ、ドイツが今経済非常によろしくないっていうことと欧州全体がそうなんですがあの移民が増えてその反移民感情というのはどこの国でも まあ、いわゆる右派勢力っていうのは反移民で結束してる部分もありますよね。あともう一つドイツ特有の材料としてはこのザクセンチューリンゲンどちらも東ド,イツかあの東ドイツなんですよね。まあ、1989年に統一を果たしてもうすでに35年ぐらい経ってるわけなんですが、まあ、それでも地域の経済格差っていうのがあの縮まらない。 で西ドイツに比べて東ドイツは所得でも落ちるし、まあ、東ドイツの人たちが同じドイツ人なのに、えー、すごく引け目を感じるというか、あのー、不満が溜まってるっていうこともこういう政党に、まあ、要は西に比べて給料が安い上にさらに職を移民の人に取られてしまうっていうそういう感情があるのかもしれないんですけど、まあ、そこら辺が。 あのー、こういう結果になったのかなというところですよね。うん、あと米騒動、農政に転換、図るという、本当ですよね、米減誕減誕って,て、もう、あのー、僕が物心ついたところから米の生産を抑えるって言ってな、なんでそんなに急に値上,上がりっていうか、もうなくなっちゃったんでしょうね。うん、まあそんな感じでございます。あとブルンバーグも あとはイスラエルがゼネ、ローソがストーに入るということで、あのー、人質の方がね、やっぱり助けることができてなくて、えー、ネタニヤフ政権が停戦に合意しないということに圧力をかけるために、労働組合がストーをするというところで、まあ、こちらもちょっと政治的には混乱ですよね。 あとは9月利下げがほぼ確実なんだけど、おそれは0.5じゃなくて0.25でしょうというところ。あと中国の経済が不振。国家統計局国家統計局発表の製造業 PMI でさえ49.1ということで、前月の49.4から低下というところですね。あとは住宅の市場も販売不振。まあ、あとはロシアが ウクライナのドローン攻撃を受けているという、まあ、そのような話になっています。まあ、フェドウォッチ、あのー、そうですね9月はまずは0.25だろうと、で11月も0.25だろうと、で12月0.5って、うん、これもちょっとよく分からないんですけど、あのー、年内1%の利下げをまだフェドウォッチは予想してますよというところですね。はい あとは、そうですね、えー、ドル円、えっと、はいえー、まあこんな感じで、えー、ドル円、えー、高値をまたあ取ってきています。なかなか抜けてない、この百四十六円台のお中盤が抜けられるかどうか。まあ今週のお 週足のピポット145円の227、えー、レジスタンスが147円の11で今日のピポットが146円の23ということで先ほどの上抜けしてきてますよねちょっとストップつけてるんですかねこれねであのー、レジスタンスが146円の70サポートが145円のまあ 68ということで、まあ、146円がサポートしたらちょっと上値をこうトライするのかなというところですよねはいえー、そうですねうーんとこれはあそうですね、はい、昨日週間 えっと、週刊ピポットが147円の11。これ月間ですかね。15分足にしてみましょうか。見づらいですよね。15分足で出るかな。はい。えっ、ー、と、週刊ピポット、デイリーピポット。はい。月間も入ってるんですね、えー。週刊ピポットが145円のお27。 で上が147円の11ですね、えー。まずはこのレンジ。で、今日のデイリーピポットが146円の67、えー。上が146円の70ですね。すいません。この先ほど言った146円の23付近っていうのはこれ、月間ピポットになりますね。えー、っと月間ピポットがあ,あるんで、まあ、ちょっと月間ピポットの間を。まあ 1>, 1ヶ月の動きなんですが、あのー、ここが上がるのか下がるのか、ちょっと重要かもしれないですね。まあ、週間は147円の11、147円の27、で、デイリーが145円の今日は67、上がまず146円の70なんで、まあ、146円の中盤がこう上抜けするかどうかですよね、前回抜けなかったところ、まあ、そこら辺をちょっと見極めたいかなという、ドル円はそんな動きに。 になっています、まあ、これあのマルチタイムの,あのピポットなんですが JFX さんのトレーディングビューで使えますのでもしこれ使ってみたいなという方がいればえ概要欄から JFX さん講座解説していただければえ無料でえプレゼントさせていただきますあとはまあえとサロンなんかもやってますので えー、やってますのでそちらも、えー、1か月間初月無料になってますので、えー、概要欄から覗いてみてくださいあと9月9日、えー、とー楽天ウォレットさん、えー、とセミナー、えー、松田さんですね楽天ウォレ,レットさんの、えー、とーセミナーやりますのでまあここ、えー、と私が為替松田さんが、えー、ビットコインでヒロピーさんが、まあえー システムトレードの話をします。えっと、無料の、えっと、セミナーになっていますので、え月曜日なんですが、えー、もしご興味あればということで、まあ、一応オフ会もこの後あるんですが、まあオフは、オフ会はちょっと有料ということになっています。はい、ぜひ、えー、ご興味あれば。まあ、続いてちょっと22日も FX 戦略会、これ CXR さんのヒロフィさんのとこの,あの主催ということで、まあ、 似たようなメンツもあり山中さんも参加ということでこちらもふるって、えー、お時間あればご参加いただければという,いうふうに思いますはい、えー、ということで仕分、えー、けちょっとドル円上昇してますねえー、月初でもありということで今週はね雇用統計最大の注目材料になるかと思いますので、えー、今週も、えー 頑張っていいいきたいと思いますそれではこの動画良ければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんお仕事頑張っていってらっしゃい。